神栖放送局。感動見つけてスマイル神栖。この番組は神栖市の提供でお送りします。1月19日金曜日午後6時30分を回りました。皆さんこんばんは。神栖放送局の時間です。神栖市の皆さんの暮らしに役立つ情報や町の魅力をたくさんお届けする30分、神栖放送局ナビゲーターの内野由紀です。今日もよろしくお願いします。それでは今日の番組ラインナップです。神栖フォーカス、今日は神栖市立カルノ東小学校です。6年生が出演、各班ごとにジャンルを分けて学校紹介してくれています。神栖インフォメーション、地域医療推進課からのお知らせです。岩瀬さんにお話を伺いました。最後までどうぞお付き合いください。それでは早速神栖フォーカス、神栖市立カルノ東小学校の学校紹介です。どうぞ。今日の神栖フォーカスはカルノ東小学校です。私たちの班ではカルノ東小学校の運動会の良さについてインタビューしてきました。あなたが思うカルノ東小学校の運動会の良さは何ですか？私が高学園が中心となって作っていくところが好きです。みんな違う役割ですが、どれも重要な役割で、それぞれの役割で自分たちが活躍しながら作り上げた運動会だったと思うと、より楽しく果たした時の達成感が増え、今年の運動会も最高だったなと思えるからです。あなたはが思うカルノ東小学校の運動会の良さは何ですか？僕はみんなで踊るダンスが好きです。高学年はフロッグでかっこよく、中学年は毎年迫力のあるソーラン節をかっこいい羽織を着て、低学年はフリフリをつけて明るく可愛く踊ります。どの学年も一体感があって、見ているだけで楽しい気持ちになります。あなたが思うカルノ東小学校の運動会の良さは何ですか？私は毎年応援の声の握力がすごいと思います。特にリレーではみんな精一杯走りを頑張っているため、応援も白熱して学校全体で楽しく大盛り上がりになります。これでカルノ東小学校の良さの発表を終わりにします。私たちの学校にはいつも支えてくれる面白くて優しい先生方がたくさんいます。その中から3人紹介します。まずはじめにカルノ東小学校全体をまとめて仕切ってくれている校長先生を紹介します。校長先生は朝立証してくれたり、全校長会の時季節の話題や豆知識を教えてくれます。先生や生徒のことを考えてくれる優しい先生です。次に3年生の担任を務めている渡来先生を紹介します。渡来先生は全校生徒を集めてコンサートを定期的に開催してくれたり、音楽発表会や卒業式の際にピアノの伴奏を担当してくれる、とても生徒思いの先生です。最後に4年生の担任を務めている君原先生を紹介します。とても明るく、ずっとダジャレなどを言ってみんなを笑わせることができる、とても面白い先生です。他にもいいところがたくさんある先生がめっちゃいます。気になったら調べてみてくださいね。これで2班の発表終わりにします。自分たちの班はさまざまな教室について紹介します。まず和室について紹介します。和室は入った瞬間畳のいい匂いがします。また障子があったり違い棚があったりと、社会で習った書院作りに今の和室がすごく似ているなということがわかるのが和室です。次に体育館を紹介します。体育館ではいろいろなスポーツができます。主にバスケットボールやドッジボール、バレーボールなどです。そして体育館には2階に卓球台が3つほど置けるスペースがあり、椅子を置くことで卒業式や入学式などを上から見ることができます。最後に家庭科室について紹介します。家庭科室にはミシンが各班に2台分もあったり、調理実習をするときにはなんと各班にシンクが1つ、ガスコンロが1つあるんです。
また食器もたくさん揃っていて、調理実習が素早く手際よくできます。これで教室紹介を終わりにします。これから鹿沼東小学校の自然について紹介します。まずグラウンドに生えているプラタナスの木はとても大きく毎年実ができます。夏の時は緑の葉っぱが生い茂っていますが、秋になると葉っぱが徐々に枯れていくので季節を感じます。私たちの学校のマスコットキャラクターのプラマルくんはプラタナスの木がモデルになっており、黄色い星形の体に緑の髪の毛がついています。毎年実ができることから頭にカラフルな実がついていて可愛いです。さらに葉っぱが取れて星になることがあり、いろいろな種類のプラマルくんがいます。次は希望の森のことについてです。希望の森には桜の木や紅葉をする木もあります。中には卒業生が植えた木もあり、今も元気に生えています。花壇にもたくさんの花が植えられているので可愛いです。窓から見える綺麗な木々と花々たちが咲き誇っていて、とても綺麗な景色です。これで鹿沼東小学校の自然についての紹介を終わりにします。私たちはリクエスト曲について紹介します。私たちの学校では毎年1年生から6年生の人たちに好きな曲のアンケートを行っています。そして票が多かった曲を給食の時間に放送委員会の人たちが曲を放送してくれます。毎年2学期頃に放送しています。放送委員会の人たちにリクエスト曲について質問してみたら、それぞれの学年に担当がいるそうです。またその担当の人がタブレットなどを使って集計をし、一番人気だった曲を流しているそうです。1年に1回しかないので私たちはすごく楽しみにしています。そしてどの学年でどんな曲が流れるのかワクワクします。また新しい曲を知れる機会でもあるので、好きな人にとっては音楽を流しているときは楽しい時間になると思います。これでリクエスト曲の紹介を終わりにします。僕たちは鹿沼東小学校の遊具を紹介します。私たち鹿沼東小学校にはたくさんの遊具があります。ブランコ、鉄棒、滑り台、サッカーゴール、一輪車、砂場などたくさんの遊具があります。特に鉄棒は大きい高さ、中くらいの高さ、小さい高さなど3つの高さがあり、補助台などもあります。毎回休み時間は低学年などが練習をして高学年も教えてあげています。ブランコは全学年よく乗っていて、上手い人は大きく揺れてそこから校庭やプラタナスの木などいろいろなものを見渡せます。一輪車は全学年乗っていて、いろいろな高さの一輪車があります。そして一輪車専用の補助台もあります。鹿沼東小学校にある遊具で遊んでみてください。これで遊具の紹介を終わりにします。鹿沼東小学校のウサギについて紹介します。ウサギは体育館の近くにウサギ小屋があり、そこにポテチというウサギがいます。美味しそうな名前ですが食べてはいけません。この名前は今の高校3年生がこのポテチという名前をアンケートでつけたそうです。ウサギ小屋は大きく2つに分かれています。餌は美化環境委員会が毎日あげています。ポテチの色は灰色でモフモフしていてとっても可愛いです。ウサギの種類はカイウサギです。カイウサギの平均年齢は7歳から8歳で、ポテチの年齢は約7歳です。餌など飼育環境の変化で10歳を超えるウサギも増えているようです。ポテチも10歳を超えてほしいですね。これでウサギの紹介を終わりにします。私たちは花壇について紹介します。鹿沼東小学校には昇降口の近くに花壇があり、学校の印象をすごく明るくしてくれます。その花壇には季節によってパンジーやマリーゴールドなどのいろいろな花が咲いています。鹿沼東小学校は教頭先生や地域
美観環境委員会の人たちが花壇を整備してくれています。その人たちが定期的に草抜きや水やりをしたり、土を柔らかくしてくれるおかげで花が丈夫に育ちます。花壇のおかげで軽野東小学校のみんな明るく、いつも笑顔満点です。花にはたくさんの色があり、とても可愛くカラフルなので、ずっと見ていても飽きないほどです。さらに花壇が2つあり、大きい花壇は約30メートルあり、小さい花壇は約14メートルもあります。その花壇に植えてある花の数は約315本もあります。これで花壇についての紹介を終わりにします。軽野東小学校6年がお届けした学校紹介、いかがでしたか？私たちはもうすぐ卒業です。私たちの将来の夢や、中学校になったら頑張りたいことを発表します。まずは1組です。私は吹奏楽部に入って楽器をうまく弾けるように頑張りたいです。僕は料理を頑張ります。私は勉強を頑張って学年1位を取ります。私の将来の夢は美容師です。私の将来の夢は看護師です。コンピューター関係の学問をしたいです。僕は製薬開発者になって薬を作りたいです。僕の将来の夢はトライアスリートです。私は中学校のテストで1位を取りたいです。日本語は頑張りたいです。僕は中学校になったら別の学校の友達が来るので友達付き合いを頑張りたいです。僕は中学校で苦手な教科でも頑張って取り組みたいです。僕は中学校に入ったら数学の計算を頑張りたいです。僕は苦手な教科があるので、その苦手な教科を克服したいです。僕が中学校になったらバスケ部に入って上手いプレイヤーになりたいです。私が中学生になったらは、数学が苦手なので数学の苦手を克服できるようにしたいです。私は獣医師になりたいです。僕はバスケットボールで上手くなりたいです。僕はサッカー選手になりたいです。僕は中学校に入ったら算数が苦手なので算数を頑張りたいです。続いては2組です。僕は中学にたらたくさんの人がいらっしゃる科学の祭典とかそういうものを頑張りたいです。僕は中学生にいたら日本語と文教は頑張りたいです。私は中学生になったら人の話をよく聞いて勉強を頑張れるようにしたいです。私は中学生になったらノートをきれいに取って勉強ができるようにしたいです。自分は英語が苦手なので予習復習をしっかりしたいです。私は将来臨床検査技師になりたいです。僕は中学生になったら部活も頑張って勉強も頑張りたいです。僕は中学生になったら野球部に入って野球が上手になりたいです。僕が中学生になったら社会の勉強が苦手なので社会で使う単語を覚えていきたいです。私が中学生になったら今苦手な算数を頑張りたいです。私の将来の夢はカフェ店員になることです。私が中学生になったら誰とでも友達になれる面白い人になりたいです。私は将来看護師になりたいです。僕は中学校になったらサッカーを頑張りたいです。サッカー選手になりたいです。僕の将来の夢はプロバスケットボール選手です。僕は中学生に入ったら部活を頑張りたいです。私が中学生になったら人と関わることを頑張りたいです。私の将来の夢はアニメーターなので美術を頑張りたいです。僕が中学生になったらバスケ部に入ってみんなの必要となる存在になりたいです。夢に向かって頑張るぞ。今日の神栖フォーカスは太平洋からいただいたサバやイワシに彩られ、砂の大地が育んだ日本一のピーマンや鮮魚、工場夜景に誘われ、感動、見つけて、スマイル、カミス。
上総放送局オンエア中。上総インフォメーション。本日の上総インフォメーション、地域医療推進課からのお知らせです。上総市役所地域医療推進課、岩瀬夏美さんにお話を伺います。岩瀬さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は地域医療推進課から2つのお知らせがあるということで、はじめに1つ目の医師や看護師を目指す方への就学資金のお知らせについて授業内容を教えてください。はい、上総市では将来市内で医師や看護師として活躍してくれる方をサポートしています。そのサポートの一つとして、医学部や看護学校などに通う方へ就学に必要な資金を貸与しています。貸与期間終了後に市内医療機関、看護師にあたっては病院に勤務した場合、貸与した期間と同期間勤務することによって市が貸与した就学資金の返還が免除されます。入学前だけではなく在学中の方もお申し込みが可能です。では医師就学資金についてご案内いただけますか。はい、医師就学資金の募集人数は2人程度としています。貸与期間は大学または大学院の正規の就学期間以内、もしくは外国の医学校の正規の就学期間以内です。休学や留年の期間は除きます。貸与額は月額20万円、入学一時金240万円です。国公立大学、私立大学って貸与額に違いはありません。入学一時金は入学初年度に限り希望者に貸与しています。応募できる方は次の2つの要件に該当する方です。1つ目は国内外の医学校において医学を履修する方に在学する方で、将来上総市内の医療機関において医師として勤務する方。2つ目はこの就学資金とは別に一定期間の勤務要件等の規定がある奨学金等の貸与を受けていない方、上総市の奨学金の貸与を受けていない方、また受ける見込みがない方となります。茨城県の医師就学資金貸与制度との併用はできません。医師就学資金貸与制度は出身地や居住地は問わず、外国の医学校に通う方も対象としています。先ほど貸与した期間と同期間、市内の病院や診療所で勤務していただくことで就学資金の返還が免除されるとお話ししましたが、入学一時金の貸与を受けた場合は上総市で勤務する期間が1年加算されます。例えば入学一時金を希望し6年間貸与を受けた場合は、総額1680万円が貸与総額となり、7年間を市内医療機関で勤務することによって返還が免除となります。募集期間は年間を通して募集しており、随時お申し込みを受付しています。また医師就学資金の貸与決定を受けた方は、医師教育資金・利子補給金の制度もご利用いただけます。詳細は上総市ホームページをご確認ください。では続いて看護師の就学資金についてご案内お願いいたします。看護師就学資金の募集人数は3人程度としております。貸与期間は看護師を養成する学校の正規の就学期間以内です。休学や留年の期間は除きます。貸与額は月額5万円、入学一時金60万円です。医師就学資金貸与制度と同様、国公立大学、私立大学、その他短期大学、専門学校等で貸与額に違いはなく、入学一時金は入学初年度に限り希望者に貸与しています。応募できる方は次の3つの要件を満たす方です。1つ目は市内に1年以上住所を有するものの指定であることが要件です。
師弟とは子や孫、兄弟、姉妹、甥、姪などのことです。2つ目は看護師を養成する学校または養成所に在学する方で、将来神栖市内の病院において看護師として勤務しようとする方です。3つ目は医師就学資金と同様、この就学資金とは別に返還の免除について一定期間の勤務要件等の規定がある資金の貸与を受けていない方、神栖市の奨学資金の貸与を受けていない方、受ける見込みがない方が対象となります。医師就学資金貸与制度と同様、入学一時金を希望した場合は神栖市で勤務する期間が1年加算されます。それではこの医師就学資金、看護師就学資金の応募方法についてご案内お願いいたします。はい、申し込み期限までに申請書類等を神栖市地域医療推進課に持参または郵送してください。受付時間は土曜、日曜、祝日を除き午前8時30分から午後5時15分まで、郵送の場合は申し込み期限までに到着するように送ってください。医師就学資金貸与制度は申し込み期間を設けておりませんが、看護師就学資金のお申し込み期限は3月22日金曜日までとなります。皆さんのご応募お待ちしております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。続いて2つ目、第2回看護職合同進学就職相談会についてです。はじめに授業内容をお願いします。はい、神栖市内にある病院や診療所と合同で茨城県看護協会の協力のもと、看護職や看護補助者として就業を希望する方や看護学校に進学希望の方を対象に進学・就職相談会を開催します。現場で働くナースの方と直接就職についてや市内の看護専門学校のことについて相談できる場となっております。では日時のご案内をお願いいたします。はい、来月2月12日の月曜日祝日、時間は午前10時から正午、午後1時から午後3時30分までになります。場所のご案内をお願いいたします。神栖市内にあります神栖防災アリーナの1階大会議室で行います。また今回は第1回目と異なりオンライン相談会も同時に行っておりますので、事前にお申し込みいただければ現地に行かずに医療機関の方と相談ができます。今回は合同オンライン相談会も合わせて同時に開催ですね。対象の方をお願いいたします。はい、看護師や看護補助者、保健師として就業希望の方や将来看護師を目指している方が対象です。復職や転職を考えている方も対象となっています。今回の第2回看護職合同進学就職相談会の参加団体をお願いいたします。神栖市内の研修医療機関である神栖済生会病院、白十字総合病院、鹿島ハートクリニックの3つの医療機関が参加します。また茨城県看護協会の協力のもと、茨城県ナースセンターも参加します。その他お伝えしたいことや注意事項などありましたらお願いいたします。はい、現地会場は当日参加も可能となっております。同時に行っておりますオンライン相談会につきましては、参加会場の URL を事前にお送りするため前もってお申し込みをお願いいたします。また現地会場では復職の方向けの採血や輸血の技術研修もございます。ご希望の方は事前にお申し込みをお願いいたします。また現地会場の来場者の方には神栖ココくんトートバッグやペンケース等をプレゼントしていますので、ふるってご応募ください。では
お申し込み方法と期限をご案内お願いいたします。電話もしくはインターネットでのお申し込みとなります。電話番号は 0299-77-8207 0299-77-8207 神栖市地域医療推進課までお問い合わせください。インターネットでのお申し込みは神栖市ホームページの看護職合同進学就職相談会のページから申し込みフォームにて受け付けております。申し込み期限は2月5日の月曜日までとなっておりますので、お早めにご連絡ください。では最後に、医師や看護師を目指している方、またお聞きになっているリスナーの皆さんに向けて、ぜひメッセージをお願いいたします。はい、就学資金の対応を受けている間や学校を卒業し医師や看護師となった後も、市では個別面談の実施や学生個々の希望に応じた市内の見学、医療機関での医療実習を実施しています。また年に一度神栖市で就学資金の対応を受けている方と市内医療機関で勤務する医師や看護師等との交流会も実施するなどしています。将来皆さんが安心して神栖市で働いていただけるよう、病院の教育研修環境づくりのサポートもしています。少しでも当市の制度に興味をお持ちの方、制度の詳細を知りたいという方は、お電話でもお問い合わせをお待ちしております。お申し込み問い合わせ先は 0299-77-8207 0299-77-8207 神栖市地域医療推進課までお願いします。皆さんのご応募お待ちしております。本日の神栖インフォメーション、地域医療推進課からのお知らせでした。神栖市役所地域医療推進課、岩瀬夏美さんでした。岩瀬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。風に向かい歩こう、いつも誰かと歌いながら歩こう、大好きな場所。神栖インフォメーションをお送りしました。最後に神栖市情報です。市の非常勤職員である会計年度任用職員として働きませんか？職種ごとに各課での募集です。勤務条件や業務内容、選考など詳しくはホームページをご覧ください。1月21日日曜日の休日当番日です。大山ハートクリニック小児科のみ神栖済生会病院です。受診にあたっては事前に当番日に電話確認をお願いします。21日は DCM 神栖店にて献血が行われます。献血のご協力お願いいたします。それでは今週の神栖放送局はここまで。ナビゲーターの内野由紀でした。素敵な週末をお過ごしください。神栖放送局、感動見つけてスマイル神栖の心躍る30分。この番組は神栖市の提供でお送りしました。